なたの笑顔をハンドメイドクラブパルヘジア。着替えタイムですか？電源も出てない。おーいえー。ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ってくださいね。さあしか来なかったさあしか来なかった公開生着替え。何か入れない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 。何か入ってる。そうですかね。今入りました。電源を。もうこのカチューシャ邪魔。キリンの鳴き声を受け取れてください。はい。はい。ということでお待たせしました。すいません。はい。ということで。それではですね、今日の本日のですね、ゲストをご紹介したいかなと思いますけれども、よろしいですかね。それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。パンがないならポテトをお食べそこ音楽ユニットポテトとしては番組初登場、しわるしわるじゃないですか。しわるつねっか。しわるつねっか。失礼しました。失礼しました。すいません。うるせえ。すいません。すわるシンガーソングライター Y カレンさんと、はい、そして相方のギタリスト。相方。ギタリスト。トマトさんです。そして番組2回目のご出演、シンガーソングライターの久井さんです。かわいい、かわいい絶対間違いだよね、私はい、それではですね、まずポテトのお二人からご紹介の自己紹介をですねしていただけたらなと思います。任せた、はい自己紹介ちょっと難しいな、逆に。いや、面白いの期待してるよ。うん、そういうのじゃないかな。そういうのじゃない、OK。自己紹介ってもう活動もしてないもんね。活動もしてないって言うな。活動してないって語弊がありました。これさ、最後にさ、活動紹介があるんだよ。あ、なるほど。どうしよう。あ、その最後までに考えておきます。自己紹介は？あ、しとよ、しなよ。設定を言わないと。スリーサイズ言ったらちょっとそういうふうに。はい、すいません。ワイカレンと愉快な仲間です。よろしくお願いします。毎回口がうまいから大丈夫か。愉快な仲間たちって言いたいところなんですけど、まだ仲間一人しかいないのでね、ちょっと寂しいですよ。後でお湯触れていくとしてね。もしかしたら友達少ないか。いや、かもしれない。俺は多い。うるせえよ。俺は多いよ。まあそんな感じのポテトです。よろしくお願いします。友達毎週あのニックネームをですね、はい、つけてあのこの中でその呼び方で呼ばせていただいておりまして、うん、アイシー前回は動物の名前で猿、犬、パンダとか、あ、そういう桃太郎じゃない、あ、桃太郎ですね。でも桃太郎、桃太郎パンダ出たの。パンダ、でのあの今愉快な動物園っていうところで。ティーバックバニー。はい、そう、ティーバックつけてますよ、彼。これちょっとおしゃれに。おしゃれみたいな。おしゃれに。さっきのね、これが一番面白かった。これ。大丈夫ですかね。なんか変態タフみたいな感じ。これね、使用済みじゃないですよね。使用済みだったらご褒美でしょ。え、男が入ってるかもしれない。おっさんの匂いがしないけど。大丈夫、君ゲイだったの。やかましい。ニックネームに何か。ゲイみたいになってるけど。みんな気をつけて、みんな気をつけて、男性のみんな。今日狙われるよ。探り探りじゃなくて、もう最初からぶっ込んでるいい感じ。もう私だいぶぶっこんじゃってますけど、むしろ大丈夫ですか。さえちゃんが、さえちゃんがもうなんかお人形みたいな。大丈夫です、今からです。今からじゃあティーバック、ティーバックバニーなんでバニーなの。あ、これか。ティーバックバニーティーバックバニーティーバックさんとバニーさんの。だってウサギってあれですよね、年中発情期ですよね。大丈夫ですか。大丈夫ですか、これ R 指定ですか。大丈夫ですか、この番組。じゃあ人間ってウサギくらいなんだ、年中発情期。あ、人間も。そうだ。あら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 。ティーバック野郎ですからね。ティーバックとバニーで今日はなんか毎回何回か出演させていただいてますけど、毎回私もネタばっかり言ってる気がする。大丈夫かな。そろそろ出来になりますよね。出来はないよ。出来は
はない。出来はないけど息の根を止められるみたいな。あ、今日が最後。じゃあすごい根性の別れを楽しんで。誰も怒んないよ。本当ですか。じゃあどんどんぶっ込みますね。おや。おや。はい、ありがとうございます。はい、では、さいさん、はい、自己紹介お願いします。はい、これはまだやります。あ、それはまだ、はい、あ、すいません。はい、大阪から来ました、ひさえと申します。なんでやねん。なんでや。なんでや。この水飲んでいいんですかって私言いすぎますよね。いただきます。水いただきます。あ、すいません、ね。開けてください。はい、今回、1週間以上東京の方でライブしております、今日は、口下手ですがよろしくお願いします。大阪いらっしゃってたんです。ずっと大阪で今東京にいらっしゃってるんです。儲かりまっか。いや、頑張ってますね。こっちこっちでかわいい。こっちじゃん。ありがとうございます。カレンちゃん飛ばしてるな、入りました。ありがとうございます。飛ばしてます。普通ぐらいです。いつでも全力疾走です。常に息切れしてます。出ますこれ。かわいい。ひさえっちかわいい。ありがとう。ひさえっちになって。ポテトっち。はい。じゃあ、あだ名はどうするの。あだ名は、ひさえっちで。ひさえっち。動物じゃないけど。動物じゃないけど。ちなみに動物じゃないんですけど。確かに。布ですよ、彼の。彼に至っては布地ですよ。じゃあ、ほら、マンザラでもないと。クマちゃんですよ、クマちゃん。クマちゃんっぽくないですか？なんかお目目丸くて。ほんまですか？うん、ほんまです。じゃあ、でもいいですか？クマゴロウ。クマゴロウはうちわネタすぎる。クマゴロウって名付けてる私が持ってるクマのぬいぐるみの話をぶち込みやがった。今大阪ではボサツ様って言われてる。え、なんすか、なんすか。ボサツ様。ボサツ。あ、じゃあ動物と見立ててボサツ様にしましょうか。じゃあボサツ様で。大仏わっしょい。大仏じゃない。あれ、ボサツ大仏じゃないでしたっけ。仏教じゃない。神道の方でしたっけ。弁財天的な。いいです、やめましょうこの話。お札様ですよ、お札様。はい、ということで、はい、今日のですね、番組プレゼント先にご紹介したいと思います。はい、今日の先行っちゃうんだ。はい、行っちゃいたいと思います。よいしょ。今週の番組プレゼントは第4火曜日 MC の小川恵里さんの1月30日にあります、こちらのバースデーワンマンのサイン入りのポスター。袋閉じポスター。袋開けちゃった。何それ、欲しい。開けちゃった。欲しい。違う違う、そっから下が、はい、あのこっから下が見えるかもしれないポスター。あ、こう覗くと、覗くと、やばい。ひっくり返したり、あ、ひっくり返したら、あとビリビリってビリビリって、あー、見える、まさかの見えるかもしれないポスター。やらしいね。そして言われちゃった。いや、かまわない。おなじみのこちらクラブパルフェジアのステッカー、そして北代ちえりさん、ロトレトラさん、Q さん3組によるこちらの、こちらの、CD トゥルーカラーズアルバムボリューム1、そして宴さん提供のインチキマンションの CD、そして松沢春菜さんのこちらオリジナルステッカー、はい、はい、そして番組コーナーで使用します、こちらのスケッチブック、そして番組終了後に皆さんで撮影する写真にサインを添えて、プレゼントしますので、こちらのですね、ティーバッグ、ティーバッグもサイン入りで、サイン入りで、はい、サイン入りで入りますので、ぜひぜひぜひ、はい、そして応募方法はですね、スタッフの屋根裏さんが応募用ハッシュタグをツイートしますので、こちらの方をリツイートするか、そのハッシュタグをつけてコメントしていただくと応募完了になりますので、ツイッターで連携してコメントをしてください。ということで今日は、ね、ウサビッチってないの、まだですかね、なんかキャラのウサビッチ、ビッチのウサギじゃないんですか、違うんですか。そういう、そのビッチをかけてるんじゃない。あ、そうなんだ。はい、
ということで。はい。じゃあ、まだ、ですね。ハッシュタグ。考えときます。はい。はい、じゃあ、歌いきましょうか。はい。それでは、ゲストさんによります。先に。誰から？お札様で。お札様からじゃあ。今日どっからでも行けますよ。お届けをしたいと思います。それではですね、今週です。今週の番組テーマ紹介とか、はい。番組テーマ紹介なんですが、今年はですね。今年？今年じゃない。違う。今日は今年じゃない。決めくくった。終わり。年のせい。ね、年のせい。のせいやかましいな。今週の番組テーマは今年1年を漢字一文字で表すとということで、ああ年の瀬らしい感じですね、非常にね、ですね、どういう今年、その人にとってどういう年だったかっていう一文字とその理由を添えてもらえる、あ、はい、なるほど、ただ単に一文字ポンって投げられても困る、確かに確かに理由を理由を必ず添えて、そうですよ、え、ちなみに今もう言っちゃう、ちなみにまだ、え、もうそういう感じですか、もうどん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 、いやだってこれはあれ、あのリスナーの方々のお題であって、あ、私たちのあれじゃないから、ね、言いたいならぶち込んどいた方がいいよ、そうそう、今度言わないと終わっちゃう、どんどん終わっちゃう、今年、感じて表すと、そう、彼の一年を表すと、はい、字です、字ってどの字ですかね、お尻の字です、お尻の字です、なるほど、お尻の字戦ったんですね、Now ですよね、 Now です、 Now 進行形 Now です、戦ってる、人生初の、おだからなんかトイレでお尻拭く時の時間が長すぎてすごいトイレが長いみたいで今ね、今そうお尻にねポテトみたいなのやかだからポテトなんですね、やめてくんない本当にこんなね、こんなじゃないですけど、こんなんじゃないですけど本当やだ、でも今笑ってるけど意外と座ってんの辛いでしょ、あ、今大丈夫、本当座布団クッション買ってくればよかったね、そこの島村で、こんな大きくないから、本当はい、切った方がいいよ、そうね、うん、ポテトをね、ポテト採取してね、そう、採取、はい、準備は大丈夫ですか、大丈夫ですかね、からの、で大丈夫、カメラが、あ、カメラがセットしてるわけですよ、はい、ちなみにバニーさんは、バニー、なんでしょうね、ちょっと自分に振られるとは思ってなかったので何も考えてないですけど、とりあえず字だそうです、あ、字で字という、まとめて字で、じゃあもうはい、準備ができたところで、サイさんにお送りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。イエイ、お願いします。どうも、こんばんは。ありがとうございます。それでは、まずは、月の曲を歌いたいと思います。今年の9月に作った新曲で、皆さん、綺麗な月を思い浮かべて聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、月に隠れて。君は泣いてるの、何か悲しいの、僕にその涙は拭えるかい、いつも笑いながら僕の手を断る、君が僕を包
しないとやっぱり。いや余計なんかね。余計なんか。おっさん菌が入った。あ、すみません。入ってる。久井さんはおっとりしておりますね。いい。とんでもない。なんかもう中におっちゃんがいっぱい。おちっちゃいおちっちゃいおちゃいいっぱい。中身おっさんでできてるんでしょ。はい。だから今日はなんかおっさん的な。ちなみに久井さんの今年1年を漢字で一文字で表すと、はい、何が思い浮かびますか。1年ですか。はい、やっぱり歌ですね。おー、プチ編の歌です。その理由を聞いてもいいですか。はい、やっぱりね、この1年間はなんかコントやってるように見えるこの1年間はやっぱり歌だらけでした。おかげさまで。で、なんか歌始めた頃は全然歌う理由とか何か決めてなかったんですけども、何にも意味もなく歌ってたような気がするんですけど、この1年間ですごい考え方が変わりまして、なんか歌った後に人からありがとうっていう言葉をいただいたのがきっかけで、そこからなんかすごい、あ、なんか自分も人の役に立ってんのかなと思って、で歌心を大切にしていこうと、遅いかもしれないんですけど
今年気づけたのでよかったです。うん、いやもう来年もじゃあもう来年もっとさらにパワーアップした財産が消えるわけですね。な、いや、はい、深い、いいですね。はい、ということで準備ができたようなのでポテトのお二人にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうもこんばんは、ポテトです。今日はアコースティックギターと、歌でお送りしたいと思います。それでは第1部1曲目、寂しい神様の歌聴いてください。早くお帰りわらべたち、夏の夜は軽く怖くない。早くお帰りわらべたち、寂しい神様にさらわれるよ。夏の夜まだまだ明るけりゃ子供もまだまだ遊んでる。太陽さんさんも少し下に向かって笑ってろ。あの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談なんぞいりやせん。あの子が欲しい、あの子じゃわからん、どこの子どこの子、あの子の子、あの子の子、あの子の子。早くお帰りわらべたち、つがいを求める神様が。早くお帰りわらべたち、聖法を時々笑ってる。あの子と遊ばせて、そろそろ泣く頃やったガラス、驚き桃の木、山椒の木。この世にあるのも飽きてきた、くだらぬ思いも一か千年。ここはどこの細道じゃ、ご用のないものとしょせぬ。あの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談なんぞいりやせん。あの子が欲しい、あの子じゃわからん、そこの細道でくだしゃんせ、くだしゃんせ、くだしゃんせ。早くお帰りわらべたち、つがいを見つけた神様が。早くお帰りわらべたち、心の底からかっか大将。早くお帰りわらべたち、夏の夜は軽く怖くない。寂しい神様にさらわれるよ。寂しい神様にさらわれるよ。大事よね。ありがとうございます。しかも、たまたま空いてる。ありがとうございます。はい、しゃべってしゃべって。はい、それではですね、あのゲストトークを始めたいと思います。ウェイ、ポテトのお二人からお聞きしたいんですけれども、それとワイカレンちゃんも久しぶりなんで、はい、行きましょうか。はい、ワイカレンです。はい、活動を、はい、お届けしたい、お届けじゃないですか、お届けしたいですね。活動をお届けしたいですよね。非常にね、非常にね。このポテトを始めたきっかけで、バニーさん、はい、バニーで、バニー担当です。はい、きっかけ、何なんだろう。なんとなくなんとなくなんとなくなんなんか、もともと知り合いだったんですけど、音楽仲間として、
で全然彼はまた違うバンドとかをやってて、私も一人で活動してて、だけどまあ交流はあって、それでなんかまあじゃあちょっとやってみるかみたいな、意外と長い付き合いなんですよね。そうなんですよ。だからなんか音楽的にどういうところ目指してるの？芋です。芋目指してます。あの芋っていろんな芋あると思うんですけど、私の中の芋のイメージって泥臭いんですよ。大丈夫？知らない。泥臭いんですよ。泥ついてんですよ、うん、なんかドロドロしく、なんかなんていうんですかね、なんか洒落た感じじゃなくて、まあ洒落てる曲も好きなんですけど、なんかガッといきたいですよね。わかります？このガッて感じ、うん、分かってもらえます？ガッですよ。ドスの効いた感じではなく、ドスはすいません、私が酒明けしてるだけですね。声がね失礼いたします。言っちゃえばいいじゃん。もう何を、何もうスパって言えばいいじゃん。売れたいって言えばいいじゃんそうね、売れたいね。売れたいか、いや知らない。いやなんか売れたいっていうのもまた違うんですよね。なんか真面目になってきた、ね、さっきの曲なんかは、はい、あの何、民謡というか、そうなんですよ、オマージュというか、うん、はい、ね、民謡、まあ民謡、そうですね、民謡なのか、あれ、そうですね、民謡だ、おいえ、民謡です民謡をオマージュしました。寂しい神様の歌、なんか私すごい、あの、なんだっけ、トーリャンセ、トーリャンセの曲がすごい好きなんですよ。で、この曲、夏に書いたんですけど、これ歌詞に、夏の夜まだまだ明るく怖くないみたいな歌詞があるんですけれど、なんか夏の夜って明るいじゃないですか、まだ遅い時間にならないと暗くならないじゃないですか。だけど子供早く返さないと悪い人がさらわれちゃうよっていう意味合いを持って、なんか神様のトーリャンセの曲にちなんで歌詞作ってみた曲なんですよ。トーリャンセってオカルトなんだよね。そうらしいですね。なんかいろんな説がありますけど、そのトーリャンセ、いろんな説ある中で、ああこれ面白いかなみたいなのをチョイスして書いてみたんですけど、解釈としてはそういう感じの解釈を、そうです、そうです。とまたちょっとなんかおかしな話なんですけど、誘拐犯のこともちょっと書けてみたい。だから神様にさらわれるよっていうのは、その神様ってなんかいろんな、ちょうど私あんまり宗教的なことは詳しくないんですけど、なんかつがいを求めてるらしいんですよ、神様って。奥さんでも旦那さんでも何でもいいんですけど、そう、つがいを必ず持つらしいんですよ、神様って。よく知らないんですけどよく知らないで書いちゃったんですけど、でもそういうようなあれがあって、あの子供があまりにも遅い時間にいると、そのつがいを見つけた神様がさらってっちゃうよっていう歌詞が入ってて、それをちょっと、誘拐犯にかけてみちゃったりなんかしちゃったりっていう、なんかよくわからない曲なんですよ。自分でも説明が難しいです。深い、すごい深いです。深いけど浅いです。まあほら、曲は聴く人が解釈する。そうですね、あまり歌い手が解説するのもあれなんですけど、好きな言葉いっぱい入ってるんですよ。説法時々とか、なんかやたがらすとか、なんか昔ながらの言葉、あとここはどこの細道じゃとか、ご用のないもの当社で、あの子が欲しい、あの子じゃわからんもあれですよね。カゴメカゴメの、なんかいろんなところから持ってきて、なんかちょっと和風のミステリアスな感じで作ってみました。以上どれだけ私が一人でつなげてるんだそろそろネタがないぞ助けて助けて、熱弁してるから、熱弁して、あ、そう、わざとわざと助けてよ、助けてよ。これはロックバンドでやったらかっこいい。そうなんですよ、ロックバンドでやりたいんですよ、うん、私和楽器得意なんですよ、実は。三味線弾けるんですよ。三味線ぶっこいてみたら面白いかな。三味線でさ、ベース入ったりしたらすごいかっこいいよね。おそらくかき消されますよね、うん、なんでちゃんとピックアップしか言ってない。ああ、嘘だってなんだよ、弾けるよ。おっせ嘘だってなんだよ、厚耳やで。いや、言ったからね、前沖縄民謡クラブに入ってたって言ったやん。弾いてんの見たことないです沖縄民謡クラブ、はい、沖縄民謡クラブで。その話聞こうよ。あ、沖縄民謡クラブ、あ、まだ私の話で引っ張っちゃいます。大丈夫ですか？尺の方大丈夫ですか？あの、可愛い女の子待ってますけど大丈夫ですか？沖縄民謡クラブはあれです、あの沖縄民謡の
を三振とかやる。そう、三振弾いてました。三振と歌やってましたね。あの和口歌が好きです。泣くなよやへいよへいよ、すごい地声と裏声めちゃくちゃはっきり使い分けて歌うんですよ、民謡って。うまく今できないけどやろうと思ったけど、でもさっきの曲も裏声とあの地声をすごいわざといつも歌うよりもはっきりさせて歌ってみたり、なんか昔のあれがちょっと。もともと沖縄って関係あった？私鹿児島の家系です。あ、そっか。沖縄ではないんですけれども。うーん、私沖縄のおじいちゃんです。いいですね。沖縄いいですよね。そう、え、これ私沖縄トークしちゃっていいんですかね。いや、そのまま繋いで。昨日沖縄から帰ってきました。ほんまですよ、超楽しかったですよ。あれ来ましたよ、あれ、あの琉装、あのなんで民族衣装です、沖縄の。あのすっげえ私可愛いんでブログ見てください。ワイカレンで検索、ワイカレンで検索。楽しい。私可愛いんだって言って。いや、ほんとあれ何倍も漏れますよ、普段の洋服より。なんか、うん、女性も男性も多分すごい魅力的になると思う。なんかなんかね、着物とかも思うんですけど、もっと若い人どんどん発信してった方がいいと思います。ちょっとお年召した方だけのものっていうのはもったいないですね、せっかくの文化ですから、って思います。以上です。はい、ソーキそば美味しかったです。はい、オリオンビール最高です。オリオンビール、オリオンビール美味しいです。そうです。そうです。かわいい、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 くまごろかわいい。じゃあそのままつなぐか。菩薩様だった、間違いない。菩薩様、菩薩様。はい、それではもうですか。はい、音楽、トークで、あと、はい、あ、歌と思います。あ、歌の前にまだもう一個あるので。この世界に入ったきっかけ、はい、はい、学生の頃に友達とカラオケに行って、うん、うまいなって言われて調子乗って、うん、流れで、そういうの大事ですよね。調子に乗るパターン、パターン。あれですね、褒められて伸びるタイプ。そうですね、そうなんです。すごかっちゃん、すごかっちゃん。歌手になれるんじゃんと思ってなってしまいました。なれたったい、なれたったい。なれた。好きなかばいね。多分ね、アーティストとか、なんか舞台に立つ人って調子に乗らないとダメだと思います。テンション上げるっていうか、なんかやっぱり普通の人って舞台立とうとかそういうこと思わないじゃないですか。恥ずかしいもんね。でもそう、どっかでなんか自分に自信があったり調子をこかないと立てないんちゃうかなと思って、人前に立たれへんちゃうかなと思います。自信の塊いますけど、調子こきの塊が。いや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 、だって魅力的やろ。やばい、もうダメだ、辛いこの場が。早く帰りたいんですけど、途中退場していいですか。これから、これから、ね、それか酒持ってこいか、どっちかでしょ。本当ですよ、酒酒ないともう無理です、私ちょっと。なんかそんなおっとりし、すごい私の中ではすごいおっとりしてて、まっちゃりおっとりしてないんですけど、のその調子に乗るっていうのが、はい、なんかその想像ができない。逆だから、逆に今猫が飼ってるから。あバラードだけにとどまらず、ロック CD にも手を出しております。1曲が17分ある。ロック CD、多分ね、私の、あの今日はバラードばっかりなんですけど、はい、結構きつい歌詞とかね、聞いてみたい。17分あるとプログレじゃないですか。プログレ、そうなんです。すごい世界観を詰め込んだロックアルバムで、これはぜひ聴いていただきたいんですけど。はい、買う人、はーい、はい、絶対ですよ。
絶対です。お、ありがとうございます。お金あったからもう買い物されたんだよね。2枚分出さないといけない。そう、今日財布忘れたんですよ、家に。びっくり。お財布1枚売れた。やった。2枚も売れてます。2枚も。そうなんですよ。ぜひ聞いてください。これは気になりますね。17分気になる。めっちゃ、あと12月11日にミヤカフェでライブするんですけど、あのそう、あのサポートつけるんですけど、ちょっと何曲かロックな曲もしようかなと思っておりますので。ブラック11日ブラックヒサイは出てこない。はい、ブラックブラックヒサイ、ブラックヒサイで、でサポートギター佐藤和真っていうあのアーティストなんです。稼ぐな。はい。カズマさん稼ぐな。でギャラ渡さないといけない。皆さん来てください。大事大事よ。全員大事よ。はい、はい。ありがとうございます。はい、素晴らしい。すごい。あのプレゼントハッシュタグ出しました。はい、あ、ありがとうございます。はい、今週ラストの週替わり MC、高尾彩香が全然カレンじゃないワイカレン、相方のユニットポテトと中身はおっさん、急遽来てくれた被災を迎え放送です。はい、今のがハッシュタグです。今のがハッシュタグになります。はい、のでこれをですねつけてしてコメントを入れていただきますとマスト、プレゼントの応募完了となりますので、ぜひぜひティーバッグが当たるんじゃない。はい、そうですね、ティーバッグもサイン付き、今日はつきますよ。使用済みサイン付きティーバッグ、サンタさんのティーバッグ、サンタさんのティーバッグ、こちらのティーバッグをですね、ワイカレンのティーバッグだよ。くるくるしてますけどね。くるくるしてますけどね。マスクにも使える。そう、マスクにも使えるんですよ。なんかねマスクノリノリじゃねえか。じゃあ今日はそのままで。今日もうそのままじゃあ、もう今日はそのままでお願いします。顎長いのが悩みらしいんで。うるせえな。じゃあマスクしといた方がいいかもしれない。足の引っ張り合いな感じ。じゃあ行きますか、持ち込み。はい、持ち込みコーナー、じゃあやりたいと思います。いえいえ、ありがとうございます。それではですね、持ち込み企画、高尾彩香のお絵かきコーナー。はい、ということで、はい、こちらはですね、高尾彩香の絵が下手なことが、皆さんにバレまして、そこからですね、高尾彩香の絵を上手くさせようという、皆さんから教えていただきまして、どんどん上達させようというコーナーでして、ちなみに前回2回やって上達した、はいはい、上達 してるはずなんですけども、多分集大成じゃないかも。そうですね、今日3回目の集大成になりますのでね。ってことは、こちらの方も、はい、今日の終わった後は、はい、あのライブの物販で今度高尾彩香の絵が買えるようになる、はい、絵が買える画伯、画伯、画伯の絵が、そうですね、画伯の絵が言ったらそうだっつってる、ね。そうですね、これはそうですね、買えるようになるはずなのでね、ちょっと頑張って集大成したいと思います。皆さん、ちなみに絵は下手です。苦手です。いや、うまいだろう。お、いや、味のある絵という意味ではうまいかもしれませんね。なるほど。テクニカルなものではないです、ね、いや、ある意味テクニカルだけど、ある意味テクニカル、お、まあ、ある意味音楽と一緒で、見る側、聞く側の捉え方次第、うん、そうですね、なるほど。あ、一番それダメなやつ。ダメなやつや。なので、聞いている、見ている皆さんからお題をいただきたいと思います。今投入するんですか。そう、変態仮面って言われてる。やったじゃん。今から。何も間違ってねえ。変態仮面。狙い通りじゃないですかね。変態仮面の人似てるって言われるんですよ。ああ、言われてみる。おお、本当に。変態仮面だ、これ。変態仮面 HK でいきましょう。 HK 新しいですね。 HK 新しくはないですね。ちょっと前、割と古い、そう、ちょっと前ムービーやっていたような気がしないでもない。 HK、 じゃあでも、ハードゲーだよね。いや、かもしれない。そこへ G あるから、ね、G あるから、そこ戻った、またそこ G があるから、 G だけどな、イボだけどな。いや、でもいいと思いますよ、どうせ。私はそういうのいいと思います。愛に正解はない、
誰も嬉しくない。本当はどうなの？本当は女の人が好きですよ。あ、食べず嫌いではなくて。食べ過ぎた。いやでも、でもなんか温泉行って男性にナンパされたそうですよ。やかましいな。その話は。やっぱそういう意見があるんだ。その字はそれが原因とか。そうかもしれないです。旅行から帰ってきたから。そうかもしれない。でもなんかびっくりしました。俺この前ナンパされたって、物好きな女の子がいたねって言ったら、やかましいな。違う、男なんだよって笑いからそう、すごいですよね。お題は来ないの？来ないですね。お題ください。お題ください。どういうお題がいいんですか？なんかちょうど今変態仮面みたいな、変態仮面を、じゃあまず変態仮面描いてみましょう。変態仮面あ、じゃあ変態な絵を描けばいいんじゃないですか？そうそうそう、変態な絵を描く。変態、ちょっとモザイク必要な時は私が全力で止めるんで。いや俺そんなのしか描けねえわ、変態な絵から。逆に逆に、うん、じゃあちょっと変態な絵でいってみましょうか。やばい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 。でも変態仮面じゃ面白くないじゃん。しょうがない、出ないかな。お題を待ってる時間がもったいないよ。無音になっちゃうよ。変態描きながら待ってましょう。とりあえず変態描きましょう。ノリノリ、ワイカレンノリノリですよ。それぞれが思う変態。難しいな。変態像。え、それ難しいな。変態自分じゃねえか。自分がなりたい変態。自分がなりたい変態。それ描けないじゃん。自分がなりたい変態。描き始めすごいな。それにプラスサンタクロース。あ、変態サンタクロース。あ、それいいですね。いや、もうやだ、書けないよ。よくわかんねえよ。トナカイ、変態サンタクロース書き。トナカイにいじめられてる。あー、あー、それいいんです。てかさ、そんなクリスマスって嫌な思い出しかないんですよ。いや、もうこんな普通だわ。そうだね、よくわかんねえな。こんなサンタは嫌だに近いかもしれない。マッチョなカマキリっていうのが来ましたよ、ワリパパさんから。マッチョなカマキリ。マッチョなカマキリってこれお題ですよね、多分。多分お題ですよね。マッチョなカマキリ、変態、変態の方がいいですか？じゃあ変態なマッチョなカマキリ。いやもういい。でもほら、あのなんか虫って完全変態とか不完全変態とかあったじゃん、昔。それ理科の時間で、理科時間こっちの変態ね。そう、そっちの変態。体の方が。とかね、あの喋ってる間に久江さんがすごい絵を上げてきてるから。すごい集中力。やばい、やばい。やばい、やばいね。それに比べて何も書いてないですからね、3人は。だから中に変態なおっさんが入ってる。あー、やば。水を得た魚。水を得た。変態でしょ。変態魂に今火がついたから。変態って何？変態って何？変態って何？鏡見ながら僕。確かに。それしながら変態って何っていう。どうだよお前、つけてるもん。ティーバッグだからな。確かに。マスクだよこれ。ごめん。で、変態のサンタ。サンタ。誰も返事してくれないけど。誰も。書くのに一生懸命だった。いやー、難しい。難しいな。自分で言っといてあれだし、あれです。なんで言ったし。いや、なんか、あれ、番組的に面白い方がいいかなみたいな。なんか、保身に走れる番組の面白い方がいいですよ。1月からも発表してる。ああ、はい、うん、中途半端になるな、これ。できました。あ、もうすんごい、すごいなんかこう、自信満々な今顔で、できました。いいんですか？まだです。まだです。もうちょい、もうちょい。すごい。だってすごいもん。まあまあ、蛇も描いてましたしね。はい。またウサミが言ってるし。いや難しいな、変態。変態難しいな、変態とわかんねんだけど。マジ変態、マジ難しい。難しい感じで噛んじゃった。ちょっと恥ずかしいよ、今の。あ、でもか肩にカマキリ乗っとこ。カマキリがよくわかんない。なんか可愛いのになっちゃった。えって楽しいな、これカマキリに見えるのかな。もう独り言を誰か拾って恥ずかしいから。こういうなんか放置プレイも楽しいですね。そんなド M じゃないんですけど。もう
よくわかんない。変態かどうかわかんないけど。これは難しかったな。限界だな、これは。あ、早い。もう書き終わった感じですかね。ちょっと、ちょっと。いや多分ね、解放されたから。財産のやつをね、最後にした方がいいかもしれない。まあ、あの漫画みたいなんだもんな。あの漫画、はいはいはい、よくわかんないけど。あの漫画。じゃあ、はい。どうしましょうか。いや、俺から行こう。うん、そうだね。はい、さらっと、さらっと流してもらえば。変態が変態の絵を描きました。わっしょい。わっしょい。普通だろ。そうね、わかんない。大丈夫、大丈夫。字病大丈夫。字が、字のがね。どの味の病がね。これは。これ、お題、お題っていうか、どういう。変態。変な人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 。変態なサンタクロース。ねえ、面白くないよ。だから言ったじゃん、書けないって。面白くないよ。このあたりがなんか。そうだ、本当はこう裸描こうかなと思ったんですけど。いや、あれ考えてること一緒で辛いんだけど。裸はちょっと NG かなと思って。やべえ、私裸描いちゃって思いっきり大丈夫かな。はい。はい。ネクスト。バニーさん。はい、バニーさん多分ね。考えてることが、考えてることが一緒なんですよ。だからね、一緒にユニット組めるんですよ。はい。うまい。なんか、あ、でもなんかそんな漫画見たことある。ありそうだよね。ありそう、ありそう。すごい。で、見てください。ワリパパさんのお題のカマキリ、肩に乗っかってる。なんか マガジンとかにありそうだよね。カマキリ。ギャグ漫画系。すごい。いいよねーかな。お、つぼってる、つぼってる、嬉しいな、ね、あるよ、あるよ、あるよ。いいですか、こんな感じで。会長がいいよな。ご会長ですよ。これ分かります。トレンチコートのつもりなんですけど。おお。しかもね、地味にね、バーバリーの10万円のトレンチコートっていう謎の設定があるんですよ、私は。へぇ。特命係長に似てない、顔。分かんない。顔、あ、そうか、ちょっと顔あれ、そこか。うまい。おお。上手。すごい。カマキリ、カマキリ、カマキリアップしてほしいんですけど、これ。いや、かましい。これ以上上げられない。本当ですか。カマキリのこのニコって顔見てほしいんです。カマキリじゃねえよ。こうすればいいのか。このおっさんの目がいっちゃってる感じがすごいやばいよ。白の白目。さすがカレンちゃん、変態うまいって言われました。どうも変態です。うまいですね。で、じゃあ。キリンちゃん、はい、キリンちゃん、この3ヶ月の集大成の最後、あのトナカイがあれだったのであれなんですけど、トナカイはまあダメだとして、変態サンタクロースいきます。じじゃん。ちょっと待って、体から何入ってるの。なんか入ってるよ。なんか入ってるよ。入ってないですよ。これ 筋肉マンですか。これが、ここが舌で、これよだれです。変態。なるほど。何を食べる。それカマキリ。これトナカイです。トナカイに蹴られて、蹴られてるっていう。見れますか。トナカイに蹴られてる。肩の肉トナカイ。肩の肉。変態度は多分一番いいんじゃないかな。これ筋肉マンでしょう。筋肉。ちゃんとこう帽子ここの上にちゃんと。トナカイにあるであろう角があらんのですけど、これしかも足になんで長と4ありますよ。1、2、3、それ一本一本なんです。そうです。でそこでカマキリ的な要素を。カマ的なやつ。ああ、そうなんだ。なるほど。まあとりあえず、はい、とりあえずここ3人まとめると発想が一緒ってこと で、 そうです、ね、陥ってみましょうね。はい。これはね、やばいね。これは変態ですよ。いきます。タッチが違う。すごいな。これは、
あの服を脱いでしまったんです、変態やから。脱ぎたくて脱ぎたくてしょうがない。多分ってそこじゃない。そういうそこじゃないの。絵がもうすごい、もう絵が完璧すぎるよ。プレゼントします。サインしますよ。当たった方はこれが届く、この絵が届きますよ。すごい、飾っといてください。あのあれですか、世紀末リーダーたけし好きですか。知らないですか。それもそっくりですよ。すごい、ちょっと見てください。はい、すごいな。どこの回し物なの。確かに周囲者だ。たけしそっくりだ。すごいな。もうちょい時間あります。じゃあもう一個お題をいただけますかね。何かあったら。やっぱさっきのあれでいいんじゃない、はい、マッチョなカマ。マッチョなカマ。え、もうガマキリ書いちゃいました私。出し惜しみしないもん、ワイカレン。さっきのがカマキリ。カマキリと思ったトナカイ。カマキリと思ったトナカイ。トナカイ。あとだって来てないの。モデル。いやー。なんかないかな。何がいいんですかね。クリスマス的なね。いやもうサンタやったじゃん。ネタかぶらせちゃダメだよ。集大成でなんかこううまく描けるやつが。ああ、みんなで彩香ちゃんの似顔絵描いてる集大成。それそれまたオチが久井さんに回ってくるパターンですよ。大丈夫ですか。変態彩香。変態彩香。それは大丈夫ですか。彩香ちゃんは自分で自分の似顔絵描くの。あ、自分で自分の似顔絵描く。失礼だろ。いや、その描くの。じゃあ、ちゃちゃっと。ちゃちゃっと、じゃあ。じゃ最後集大成ってやつ。似顔絵ですか。はい、私の顔を難しいよ。描いていただけたらなと思います。大丈夫、みんなほら目の前にあるのを描けばいい。難しくない。私で、赤ちゃんはあの鏡見ながら、はい、いや俺失礼に当たるから、もう違うもん俺。自分の、いやもう見たまま感じたまま。あ、じゃあ、ちゃんとほらここに写しとくから。あ、ありがとうございます。自分の顔をね、自分の顔を見ながら。変態な大丈夫ですかね。これ手ぶらとかさせとけばいいんじゃないですかね。手ぶらね、いいね、いいね。大丈夫かな、自分の顔。はい、じゃあ私。いや難しいな、マジ無理だな。ごめんなさい、失礼に当たったら。あ、すいません。わかんない、だって意外と爆によかもしれない。あ、そっち話してますか。そっち、そっち話してないか。いや難しいなぁ。多分パーツさえ数合ってれば大丈夫。パーツ、それはそれは誰でもいいんじゃないですかね。ちゃんと向いて、はい、ありがとうございます。はい。